赤羽鉄道会社はヨルダンハシミテ王国南部の鉄道事業者である。赤羽鉄道は赤羽の港へン酸市を輸送するために1979年に設立された。東鉄道ではヒジャーズ鉄道の軌道を使用している。1908年にオスマン帝国によってダマスカスからマディーナまでを結ぶヒジャーズ鉄道が建設された。第一次世界大戦呼び オスマン帝国崩壊の後、南マーアンでは、鉄道が運行されることはなかった。ヨルダンでは、ヒジャーズヨルダン鉄道が、ヒジャーズ鉄道の軌道を使用して運行していた。1975年に、マーアンから赤羽湾の港町、赤羽までの支線が建設された。1979年に、赤羽鉄道会社が設立され、ヒジャーズヨルダン鉄道より、 A ビートから赤羽までのルートを引き継いだ。アークの設立目的は、A ビート及びマーアンの近くにある鉱山から赤羽の港へリン酸省を輸送することであった。アークでは、GEU17C ディーゼル機関車が牽引する貨物列車のみが運行されている。ありがとうございます。